高等専門学校は、後期中等教育段階を包含する5年生の高等教育機関と位置づけられている日本の学校。一般には、高専と略される。学校教育法を根拠とし、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする一条校である。主に中学校卒業程度を入学資格とし、 主要年限5年間の家庭のもと、主に工学、技術、商船系の専門教育を施すことによって、実践的技術者を養成することを目的にした教育機関である。完成教育を標榜する教育機関であることから、5年生の家庭を終えた卒業生の過半は就職を選択してきた。就職希望者に対する求人倍率は常に高校卒、 大学卒を大きく上回り就職率はほぼ100%となっている。一方で学生の進学意欲に応えるため、主に高専卒業生を受け入れ対象にする2年生の専攻課が各校に設置されている。本科卒業後は大学編入学、専攻課終了後は大学院進学の道もある。本科の卒業生は準学士と称することができる。 本科卒業後に専攻科を修了した者は、大学評価、学位授与機構の審査に合格することにより、学士の学位を取得できる。高専内部では便宜的に、5年生の課程を本科、もしくは、純学士課程、専攻科を学士課程と称している。長岡工業高等専門学校大島、商専高等専門学校高等専門学校は、 学年制を基本に一般科目と専門科目をくさび型に配置し、1年時より徐々に専門教育が増えていく教育課程に特徴があり、旧文部省旧国立高等専門学校協会は都合7年間を要する高校段階から大学工学部レベルの教育を重複なく5年間で完成する一貫教育を行うと評判してきた。 ユネスコの国際標準教育分類によれば、高等専門学校1、2、3学年は、レベルマイナス 3B、高等専門学校4、5学年及び専攻科は、レベルマイナス 5B に分類されているが、前期課程、後期課程等と内部では語れることなく、後期中等教育機関である高校の生徒と、同年代の学生も含めて、高等教育を受けているものと法的にはみなされている。 高専における標準的な総授業時間数は、高校と短大を合わせた時間数を大幅に上回り、かつ4年生大学工学部において履修する専門科目の総授業時間数を若干上回っている。その一方で、一般教育、教養教育に関わる科目の授業時間数は、高校と短大を合わせた時間数を若干下回る。高専の教育課程は、他の教育機関と比して、 専門科目に厚く、一般科目に薄いのが特徴である。しかし、大学が教養部を廃止してからはその差は小さくなっているため、一般科目が薄いとは一概に言えなくなっている。学校教育法上の一条項として制度が誕生したのは1961年と50年以上の歴史がある。5年一間の技術教育を行う実践的技術者。 養成機関として発展し、その教育成果は産業界等から高い評価を得る一方で、高等教育機関の中では小規模な学校誌となっており、社会的認識の面で様々な問題が指摘されているとの評価もある。公選創設後、学校教育法上の新たな教育制度として、中等教育学校や専修学校が誕生しているが、それらがより一般に、 認知されているのとは対照的である。企業側からの評価は高く、近年ではアジアに高専の教育システムを輸出し、人材を日本に呼び寄せる取り組みも始まっている。現状では多くの高専が技術者の養成機関となっているが、芸術や経営などの人文系のカリキュラムを多く設定することも可能である。2018年4月1日現在、 高等専門学校は五十七校あり、設置者別の内訳は、国立五十一校、公立三校、私立三校である。高専全十七校のうち、五十一校は、独立行政法人国立高等専門学校、機構の設置する国立学校である。未設置あるいは既存、または新設された大学への転換により、高専が設置されていない埼玉県、神奈川県、 山梨県、滋賀県、佐賀県の5県を除く都道府県には国公立私立を含め最低でも一向ないし複数の校専が設置されている。校名を英語表記する場合、短科大学や短期大学に相当するカレッジを使用するのが一般的である。国立高等専門学校機構が設置運営する工業校専は全校とも ナショナルインスティチュート・オブ・テクノロジー・カレッジと称している。学科生を取る。かつては、すべての国立高専は1学科1学級であったが、現在では、低学年次において、学科をまたいだ混合クラスを編成している学校も、ある。そして全学生共通のカリキュラムで授業を、行っているところがある。高学年になると、学生の希望と成績により各専攻へ分属する。 また、公立、私立高専には、複数の学級で構成する学科もある。高等専門学校設置基準では、学級定員は40人を標準としている。学生数平成26年度の文部科学省、学校基本調査によると、国公私立全高専の在学生は2014年5月1日現在、本科、専攻科、及び超高生。 研究生等を合わせて57,677人、本科のみでは54,354人、専攻科のみでは3,262人であった。また、2014年3月の本科の卒業者数は13,07人、内大学編入等の進学者は4,047人、就職者は5,945、専修学校、海外の学校等の入学者は122人、 その他193名となった。文科省高等教育局専門教育課の調査によると、2014年度の全校選の本科の入学定員は1580人。また、学校基本調査によると、2014年度の本科の志願者数と入学者数は、それぞれ19197人、1969人だった。 モンゴルモンゴルでは1990年代以降、母国の産業発展に貢献しようと多くの若者が日本の高専に留学した。その中には、仙台電波工業高等専門学校を卒業し、文部科学省大臣になったロブサンニャムガントゥムルなどもいる。そのようなことからモンゴルで日本の高専教育を導入する機運が高まり、2009年に日本の高専関係者などが、 モンゴルに日本式高線を作る支援の会を設立2014年にウランバートルにモンゴル科学技術大学付属高線、私立の新モンゴル高線、モンゴル工業技術大学付属高線が開校した。モンゴルの高線卒業生は日本企業に就職したり、日本の高線専,専攻科や日本の大学に留学する人もいる。モンゴルの高線の教育課程は、 基本的に日本と同じであり、また日本語教育にも力を入れており、2019年と2020年の卒業者240人中59人が日本で就職している。品川区は2017年から区内の製造業がモンゴルの高専の在学生をインターンシップで受け入れる事業を行っており、千葉商工会議所も2021年から同様の取り組みを始める。 国立高等専門学校機構は2016年にウランバートルにリエゾンオフィスを開設し、モンゴル語の教材作成や教員研修などの支援を実施、日本企業への就職希望者も支援している。日本の高専在学生を対象に開催しているディープラーニングコンテストへのモンゴルの高専合同チームの参加も後押しした。国立高等専門学校機構理事長の谷口、 イサオは実験、実習の面では設備などに改善の余地はあるが、もともと真面目な学生が多く、いい人材が育っていると述べている。第2018年に対抗戦コースを開校。日本は第二次世界大戦に敗戦後、教育の民主化などを求めたアメリカ教育施設団の勧告により、学校体系を6.33.4世に一本化する。 感染型教育制度を導入するなどの学生改革を行った。これにより、旧制専門学校と旧制高等学校を経て入学する旧制大学とに分化、改装化され、互いに交わることのなかった伏線型教育制度が廃止された。だが、1950年代に入ると、吉田茂首相の指摘諮問機関、政令改正諮問委員会は、 教育体系の例外として、高校3年と大学の2年、または3年を合わせた5年生、または6年生の脳、高、小、教育等の職業教育に重点を置く、先修大学制度の創設を答申。旧、中央教育審議会は、これに追随する答申をまとめた。日経例や経団連などの財界、産業界も、敗戦後の急激な工業化に即応するため、 戦前型の旧制工業専門学校に見合う中級技術者要請を目的にした教育機関の新設を要求する科学技術教育振興に関する意見、専科大学制度創設に対する要望意見などの文書を次々と発し、制度の具現化を求めた。政府はこれらの動きに対応して専科大学制度を創設するため学校教育法等の一部を改正する。 法律案を1958年の第28回国会に上呈。だが、日本短期大学協会は暫定的な制度とされるも、大学の一類型とみなされていた短期大学制度が、専科大学に格下げになるのではないかと反発。野党も、戦前の差別的な伏線型教育制度を復活させるものだとして反対したことから、第30回国会。 第31回国会と3度法案を上提し、第30回国会、第31回国会では、衆議院は通過するも、審議未了廃案となった。そのため、政府は、専科大学に変えて、高等専門学校制度の創設を策定。専科大学は、深く専門の学芸を、教授研究を目的としていたものを、高等専門学校は、大学の故障を外した上で、 研究目的を除外。さらに、工業分野に限定するなどの手直しを行い、大学、短期大学とは異なる教育制度であることを明確にした上で、第38回国会に学校教育法の一部を改正する法律案として上呈。その結果、与党の賛成多数により、成立し1961年6月17日に、 昭和36年法律第166号として交付された。公選法の成立を受け、全国各地の自治体は、高等専門学校の誘致合戦を展開。設置初年度の1962年には、国立12校が開校した。以後毎年受校前後が開校し、数年のうちにほぼ現在の学校数となった。全体で1500人ほどの募集だった。 国立高専一機構は平均17倍の志願倍率となり、これに刺激を受けた他の都道府県も一層強力に高専誘致を推し進めた結果、短期間のうちにほぼ全国に設置されるに至ったのである。また、国立高専一機構の開校と同時に、公立は東京都立の2校、私立は金沢高専、熊野高専など5校が開校した。さらに、 1967年には国立商泉高等学校5校が、1971年には国立電波高等学校3校が、高専に昇格。1974年には複合学科を特色とする徳山高専、八代高専が開校して、国立高専の新設は一応の区切りを迎えた。その後、2002年に沖縄高専が設置され、2004年から、 学生の受け入れを開始した。なお、商船、電波以外のほとんどの国立高専は新設校であったが、長岡高専、宇部高専、久留米高専の各校は、高専制度の創設に先行して設けられた、国立工業短期大学が前身である。高知高専は、暫定的に私立校として設置され、開校翌年、国立に移管された。このほか 都立に高専や神戸市立六甲高専、西橋高専は工業高校から昇格し、大阪高専は大阪工業大学に併設された各種学校が前身となり、大阪府立高専は大阪府立大学工業短期大学部第一部の廃止に前後して、同一の敷地に新設されるなど、公立、市立にも既存の学校、短大を改組したところがある。 なお、各校の設置、廃止の年度については、下記の一覧を参照のこと。国立高専一気校は1967年3月に初の卒業生を送り出し、高度経済成長とも、相まって全員が、ほとんど大企業に就職が内定し、その後も、高専の設置数の拡大や、景気の動向にもさほど左右されることなく、 大企業を中心にほぼ十数倍の求人倍率を維持し、就職希望者の就職率もほぼ100%の実績を残した。その一方で、旧国立高等専門学校協会を中心にして、高専卒業生の進学意欲に応えるため、専攻課の設置、大学院への進学ルートの新設、あるいは大学への編入学枠を拡大しようとする動きが浮上。 専攻科の設置は一旦断念し、高専卒を受け入れる工業技術大学、科学技術大学院構想を策定して方向転換したものの、実現には至らなかった。その後、国選挙による旧文部省などへの働きかけにより、主に3年編入を受け入れ、終始課程に連なる4年間の課程を前提にした技術科学大学の創設が決まり、1976年に、 長岡技術科学大学、豊橋技術科学大学の2つの大学が開学した。ただし、一部の国立大学では、すでに第一期生が卒業するのと同時に、3年、内市は2年編入の受け入れを開始していた。1991年には、法改正により、高専卒者に対して、純学士の学術称号を授与することになり、設置できる学科の分野としても、工業、 商船分野への限定を解除。これにより、福島高専、富山商船高専、宇部高専の各校には、文系、学際系の学科が誕生。芸術、デザイン分野の学科を設置する札幌市立高専も新設された。さらに、専攻科の設置が認められ、修了生は、学位授与機構の審査を経て学士号を取得できることになった。専攻科は、系列に、 大学のある私立金沢高専一校を除き、国公私立全校に設置され、ストレートに大学院に進学することも可能になった。その後、2006年4月には、15歳人口の減少等に対応するため、東京都立の2高専が、総定員を減らした上でにキャンパス制の都立和技高専として、再編統合された。同様に2009年10月には、宮城、 富山、香川、熊本の各県に設置されていた国立8高線が、やはり学科数、定員を減らした上で1県一校にキャンパスの4、高線に再編統合された。統合後の各高線は、それぞれ東北地区、東海北陸地区、四国地区、九州、沖縄地区の拠点校と位置づけられた。さらに二0 1年四月には、大阪府立高線でも大阪府立大学への、 運営移管に合わせて、総定員が削減されるなど、少子化による若年人口の減少傾向に合わせたスリム化の動きが見られる。高等専門学校の設置、廃止年度一覧15歳人口の減少、理科離れの進行、4年生大学をはじめとした高等教育機関への進学者の増加などの影響により、高等専門学校をめぐる環境は大きく変化している。 受験時の志願倍率は、創設直後の高倍率を経て1970年代以降、前言を続け、21世紀に入ってからは2005年度に、初めて全校選の平均で2倍を切り、2008年度には1.78倍と、過去最低となった。学校によっては、定員割れによって二次募集を行うところも、現れている。中央教育審議会の答申。 高等専門学校教育の充実についてでは、志願倍率の低下によって、学力の幅にも広がりが出てきつつあると指摘した。一方、国立高等専門学校機構、今後の高専のあり方検討小委員会、今後の国立高専の整備についてによると、2005年春の工学系新規採用技術者、約7万名に占める高専出身者の割合は、 約12%と推計され、前述の中教支援投においても、卒業生の高い就職率、求人倍率に見られるように、社会から高く評価されていると記されている。高教育全体から見ればマイナーな教育機関であるため、社会一般の認知度は低いものの、大学などの工学系の専門教育の場や、卒業生を受け入れている産業界では、現状においても、 一定の評価を受けているものとみられる。後期中等教育を修了した者、または修了見込みの者や留学生を対象に、4年次または3年次への編入学制度が設けられている。編入学定員は、各校線の裁量に委ねられているが、若干なとする場合がある。編入学試験は、各校線の独自作成問題による。修行年限は5年とされ、 高等学校の3年間と大学の2年間を合わせた5年間に相当する。卒業すると、純学士と称することができる。一般教育とともに、学科ごとに専門教育が行われている。学校教育法では、大学が学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、指摘、 道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする一方、高専は深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することが目的とされ、研究等は含まれていない。高専は職業教育に特化している点が大学と最も異なるところである。専門科目は学年が上がるにつれて時間数が増えるくさび型に傾斜配分され、 大学工学部に相当ないしは準じた教育内容であると国立高等専門学校協会などは評榜してきた。さらに実験、実習やゼミ臨校、卒業研究など実践的な教育の重視にも大きな特徴がある。高等専門学校設置基準では卒業認定に要する単位数は小選学科を除き167単位以上。 小戦学科は練習戦実習を除き147単位以上となっている。単位の計算方法は30単位時間の履修を持って1単位とする従来の方式のほか、1991年からは大学に準じる45時間の学習を1単位とする方式を60単位を上限として導入できることになり、実験系科目の充実や新たな科目の解説等、 高専各校の裁量に基づくカリキュラム編成の幅が広がった。一般科目の総時間数は高校を短大の教育課程と比して若干少ない。規定の単位の積み上げによって修了を認められる大学や単位制高校とは異なり学年制を取っていることから言及留置となれば取得した単位であっても再移収を課される場合がある。なお、 高専制度が創設された当時の設置基準では、総授業時間数187単位を最低基準とし、事実上190単位以上の履修を課しており、高校、大学と比して過密なカリキュラムであった。以後、卒業要件となる単位数は徐々に減らされ、さらに、インターンシップの単位化、英検や各種資格に応じた単位認定、学習単位の導入などにより、 実質的な授業時間数は創設時よりも2割ほど減少した。卒業要件となる単位数が現行の167単位以上となったのは、国立高専協会が1987年6月、文部省などに学生にゆとりを持たせ、個性を伸ばせる教育が行えるようにする、要、事実上、単位数の削減を求める要望書を提出したことなどにより、 設置基準の改定がなされたという経緯によるものである。また、商船学科では、5学年の10月より、日本岸や海洋岸等の独立行政法人公開訓練所の練習戦による1年間の公開実習が必修になっている。中央教育審議会の大学分科会、高等専門学校特別委員会で配布された、工業高等専門学校の現状と課題では、 在籍学生1000人あたり、毎年の減給留置は35から47人、休学は4から8人、中退学は9から13人、入学生の5年卒業率は82%としている。テキスト低学年次の文科系一般科目では、高等学校用の検定教科書が使用されることも、ある。他の一般科目や専門科目では、専門書や大学生向けのテキスト、 教員作成の資料等により、おおむね大学の学部レベルの講義が行われていると、される。また、数学、物理、科学などの理科系一般科目においては、高等学校大学一般教養に相当する内容を、おおむね3年次までに履修することから、高専用に特化したテキストも使われている。同様に、低学年用の専門科目にも、高専向けのテキストがあり、 これを使用する教員もいる。なお、高等専門学校は、高等教育機関に位置づけられているため、高校生と同じ学齢の1から3年児の学生で、あっても、文部科学省検定済み教科書の使用は義務付けられず、学習指導要領にも拘束されない。資格取得学校によっては、公的資格の取得を奨励し、資格によっては単位認定しているところもある。また、 公的資格を所管する官庁から認定を受けている。学科では、所定科目の単位を取得することにより、資格を取得することができる。在籍学科に応じて取得可能な資格には、危険物取扱者、情報処理技術者、無線従事者、電気主任技術者、電気工事士などがある。なお、高専卒業を資格要件とする、教員免許はない。学校長以下、 学生を教授するための教授、准教授、助教の教員を置かなければならず、講師、技術職員を置くことができる。また、他大学の教員や企業出身の技術者ほかが非常勤講師として講義を担当することもある。高専の教員が他大学ほかで非常勤講師として講義を行っている場合もある。専門学科の教員は、自ら教育研究活動を行うとともに、 5年次の卒業研究及び専攻科の学生に対して研究指導を行う。高等専門学校設置基準等により、博士、修士の学位、内士はこれに相当する教育、研究、技術に関する実績などが教員の資格となっている。早々期の高専教員は、大学教員出身、企業出身、高校教員出身が、おおむね3分の1ずつを占めていた。 とりわけ企業出身の技術者や研究者を教員として迎え入れたのが高専ならではの特徴となった。その後、徐々に高専が正規職の最初の任用先となる教員が増え、その教員が准教授、教授などに承認するにつれて外部出身の教員の割合は減少している。高等専門学校の教員は大学等の他の高等教育機関と同様に、 教員免許を基本的に必要としない。一方、近年の各高等専門学校の教員募集要項によれば、専門学科の教員については、多くの場合、大学と同様に博士の学位の取得が要件とされている。国立高専、私立高専全校には、教育料として学生料が設置されている。かつては低学年次の学生を対象に、全寮制を取る。 国立高専もあったが、1990年代以降、これらの高専でも自宅通学を認める方向となっている。私立の国際高専は1、2年時は全員が寮生活を送る。女子寮は1984年時点で国立高専では8校のみに設置されていたが、1991年には17校に増加している。その後、他のでも、 女子学生の増加に対応して女子寮の新設が続いた。公立高専では、いずれの学校も学生寮を設置していない。求人倍率と就職率の高さが特徴である。各高専によって若干異なるが、基本的に理工系大学生と同じように、学校が学生と話し合って受験企業を一社に絞って受けさせる、一人一社制によって、 就職活動を行う場合が多いが、文科系大学生と同じように、企業が高専卒採用枠を設けて、インターネットなどで採用情報を公開し、全国の高専生を対象とした選考をすることも、ある。また大学卒と同一の採用枠、試験枠となる場合や、企業によっては、現役生として考えると同じ年齢である、短大。 専門学校卒業対象となることもある。なお大学進学率が急増する中で技術者供給源としての高専の価値は相対的に低下しているが、そのことで就職試験を受ける機会が減っているということはない。工業高専卒業者は基礎学力から大学工学部レベルの工業技術を学び、若年次から実践的な専門教育を受けているため、 産業界からは即戦力として高い評価を受けている。また、大学工学部卒業者よりも2歳若い。このことは、採用する側、される側の双方にとって大きな利点とされている。2013年度の本科の全卒業者1307名のうち、就職した者は5934名で、有効求人倍率は本科16.9倍、専攻科 39.1倍となっている。就職先は上場クラスの企業である場合も多いが、地方の高専では地場志向も見られる。また、有名大学卒業者の確保が難しい。中小企業やベンチャー企業からも高専卒業者に対する引き合いは強い。配属先はメーカーであれば製造技術や生産技術、試作や評価検証、量産設計など、 特に実践的な技術者を必要とする職場が多い。商社に就職して技術営業や兵として働く人もおり、進度の多様性は大学工学部等と変わるところはない。なお、最近の上場クラスのメーカーではものづくりに関する機能を分社化している場合も多く、そのような企業に就職する場合はその分社側の採用となる場合が多いようである。 大学編入学、または、高専専攻科への進学就職のほか、高専を卒業すると、技術科学大学をはじめとする大学の3年時に、編入学することができ、高専に設けられた専攻科への進学と合わせて、進学の幅も増えている。さらに、学部や専攻科を卒業後、大学院修士課程へ進学する者も,も多い。なお、文系学部へのセンター入試は、 高専のシステムの関係上難しいという見方も少なからずあり、大学に進学する場合でもほとんどの場合、編入学で進学する。この影響で、学校によっては、本科の卒業生に占める就職者の比率が20%を割り込む例も見られる。この現状については、高専の設置目的と照らし合わせて揶揄される場合もある。しかし、研究機関や企業の研究職、 開発設計職を目指す場合は、大学院修了が要件とされている場合も多く、そのような職に就きたいと考える学生が、大学に編入学し、大学院を目指すのは必然であるとも言える。2013年度の本科の全卒業者、1307名のうち、進学した者は4044名であり、その内訳は、大学へ編入学した者、2436名。 専攻化に進んだ者、1603名、大学に入学した者、5名となっている。理工系の学部を有するほとんどの国公立大学で、定員を設けて高専からの編入学を実施しており、高専卒業生の受け入れを目的の一つとして創設された国立大学である豊橋技術科学大学や長岡技術科学大学をはじめ、 その他の国公立大学工学部に編入学する場合が多い。また、近年、少子化などによる学生不足から、理工系に限らず編入学定員を設ける私立大学も増えており、短大卒者と同様に文系の学部へ編入学するケースも見られる。また、医学部への編入学は、学士編入学に限られていたが、東海大学医学部では2005年度から、 一般編入学に転換され、高専からの医学部編入学に道が開かれることになった。また薬学部も北海道医療大学などで編入学を実施するなど、工学系の高等専門学校生にも門戸が開かれるようになってきた。工学系の学部で高専に同様の専攻がある場合は、高専卒業見込み者を対象に推薦編入学制度を持つ大学も多く、一説に 通常の高校大学コースよりも、高専、編入学コースの方が、国公立大学に入りやすいと言われるゆえんにも、なっている。推薦編入学の場合は、成績が上位であって、学校長推薦を受けられることが必要条件で、調査書及び、志望論文の選考と面接試験によって、合否判定される。学校長推薦を受けるためには、 特に3.24学年の成績が重要である。なお、長岡技術科学大学と豊橋技術科学大学は、書類審査のみで、推薦編入学の合否判定を行う。また筆記による編入学試験では、選考日程さえ重ならなければ、同年度中に、複数の国公立大学を受験することができる。大学等一年次への入学以上のほか、 高専の第3学年を終了、または終了見込みの者には、高校卒相当の資格が生じ、大学や専門学校、および高等学校、中等教育学校、特別支援学校の各専攻科または別科を受験することができる。文系や芸術系へ、進度変更する場合など、第3学年、または第4学年を終了した後に退学。 あるいは卒業後に大学等一年次から学ぶ者も,もいる。ただし、高専の設置目的やカリキュラムの関係上、大学受験などは全く考慮されないため、高専在学者としての受験は、高等学校在学者よりも困難を要する。特に普通科の文系に比して、高専では、第3学年までの人文社会計科目の受講単位数が少ないため、 運転する場合のハードルは高い。また、卒業を迎えずに退学した場合は、学歴上、中退となり、大学等への入学は進学ではなく、転学となることに注意を要する。なお、卒業後に入学した場合は、進学となるが、この場合も、法律上、第三学年終了者としての入学となる。国立大学の法人化に伴い、 国立の高等専門学校の設置者も同様に全ての国立の高等専門学校の設置に関しては国の直接設置から独立行政法人国立高等専門学校機構に変更された。これにより国が直接設置する学校ではなくなったが国立高等専門学校機構もまた国が設けたものであるため学校教育法の第二条により 国立高等専門学校機構が設置する学校も国立学校とされている。独立行政法人化したことにより、文部科学大臣が定めた中期目標を達成するための中期計画、年度計画の機構による作成、実行が義務付けられた。達成度によっては国からの予算が減らされることもあり得るため、51の各国立高等専門学校は、 中期計画に沿うように学生サービスの向上、事務の効率化などの努力をしている。また、地域の企業と連携して技術研究や商品開発などを行い、収益を上げることで予算源を穴埋めしようとする学校もある。国立高等専門学校機構の中期計画の主な内容は次の通りである。中学生が高等専門学校の学習内容を 体験できるような入学説明会、体験入学、オープンキャンパス等の充実を支援する。入学者の学力水準の維持に努めるとともに、入学志願者の減少率を18歳人口の減少率よりも低い5%程度に抑え、中期目標の最終年度においても、全体として18,500人以上の入学志願者を維持する。高私立高等専門学校と協力して、 スポーツなどの全国的な競技会やロボットコンテストなどの全国的なコンテストを実施する。図書館の充実や寄宿舎の改修などの計画的な整備を図る。教員の研究分野や共同研究、受託研究の成果などの情報を印刷物、データベース、ウェブサイトなど多様な媒体を用いて企業や地域社会に分かりやすく。 伝えられるよう各学校の広報体制を充実する。また、公立高専においても法人化が図られつつあり、東京都立産業技術高等専門学校は2008年4月から公立大学法人首都大学東京に運営が移管され、専門職大学院である産業技術大学院大学も含め9年1巻のものづくり教育を視野に入れた一体運営が行われる。 また、大阪府立高専も、2011年4月に、公立大学法人大阪府立大学に移管され、大阪府立大学工業高等専門学校と、解消された。全国高専の独立行政法人化に伴い、2003年頃より、日本技術者教育認定機構の認定を受けるため、教育改革が行われている。JABEE とは、 高等教育機関の卒業生が一定の教育を受けていることを保障する外部の第三者機関による外部認証の一つである。この教育改革により以下の点が改善されているが、その一方で行く文化の点が教員並びに学生間で問題となっており、JABEE 導入に関しては議論の余地がある。改善点なお JABEE が適用される学年は、 本科4年生から専攻科2年までであるが、単位認定に関しては JABEE が適用されない学年を含めたすべての学年において JABEE 基準に準ずる。JABEE は一部の国立大学工学部で徐々に導入される傾向にあり、国立高専もそれに準じる形で導入を進めている。問題点運動部高校や大学に準じるクラブ活動を行っていて、 国公立の場合はすべて全国高等専門学校連合会に所属しており各競技の専門部により年1回に全運動部の競技種目を対象に全国高等専門学校体育大会が実施されているただし競技種目や学校によっては高専大会にも参加する一方で任意で高校の連盟である全国高等学校体育連盟や 日本高等学校野球連盟、大学の連盟である、各学連、さらには、各社会人連盟などに参加している場合もある。なお高校生、大学生向けの大会、連盟登録には、それぞれで対象になっている年齢、条件のものしか参加できない。吹奏楽部吹奏楽の場合、コンクールでは、大学の部に入る。これは、高専の4.5年生は、 短期大学の学例に相当するためである。様々な組織の行事にも大学が加盟する組織で活動、出場するのが一般的である。過去には全日本吹奏楽コンクールに出場した高専もある。ロボットコンテストに参加する部活。多くの場合、NHK 主催のアイデア対決、全国高等専門学校ロボットコンテスト優勝を目指している。 これに参加するために入学する者も多く、その性質から電気、電子、機械系の独占上である。名目として全学的に取り組んでいる場合が多い。高専在学中にロボコン参加した者が卒業後に進学等をして学位取得後に再度教員として高専へ戻り、ロボコンを指導している場合もあり、近年はより高度な戦いとなっている。これらの大会によって、 マイナーな学校種であった高等専門学校が広く認知されるようになった。近年ではゲストとして有名タレントやアイドルを呼ぶなど別分野に向けても知名度を上げている。全国高等専門学校連合会の主催で全国高等専門学校プログラミングコンテストが毎年行われる。ロボコンほどメジャーではないが学校によっては全学的に取り組んでいるところもある。 主に情報系の学生が多いが、近年は、他学科でも情報化が進んでいることもあり、他学科からの参加も少なからずある。全国高等専門学校連合会の主催で、全国高等専門学校デザインコンペティションが毎年行われる。ロボコン、プロコンに続く第3の競技。建築物、空間、道具、橋などのデザインを発表するため、 その性質から建築系の学生が多い。平成25年から閉鎖されていた30元デジタル設計造形コンテストを AM デザイン部門として取り入れ、立体物のデザインによる競技性が多様化した。光線を題材とした作品の一覧、ありがとうございます。